車が趣味だって。はい、あ、でもたまに乗るくらいですよ。仕事がオフの時とかにドライブとかしたりして。うん、走り屋だって噂もあるけど。全然です。やっぱりスピードとか出すの怖いし、事故とか起こしたら応援してくれるファンの皆さんにも申し訳ないですから。じゃあ今一番ハマってることって何かな。お料理か。意外だな、ブログとかに反応出てこないよね。そうですか。じゃあ得意料理って何。肉じゃがです。はい、いいな、食べたい。今ですか。意外な一面が分かったところで1曲いきましょう。マクフライクラプテッド。湾岸線を180キロで走ってます。あるものは何かを叫ぶために、またあるものは何かを忘れるために。俺もここを走ってる時だけ本当の自分でいられるんだ。自分を見失いさえしなきゃちゃんとやっていける。俺が保証するよ。はなくていいんです。また今度私が最強の時にやっつけますから。楽しみにしてるよ。先生ありがとうございます。また会おう。スタジオでですか、それともここで。両方だ。